この柄ってさ、飯田ちゃんだよね。はい、どうも皆様、おはこんこん、ミツキックバスターです。スプラトゥーン2縄張りバトルやっていきましょう。さあ、今回もリクエストいただいたんですが、今回はこうちゃんとギアの指定があってきました。今回はカモメッシュと抹茶ライトダウンとエギング4赤黒というカスタマイズでお願いしますという、リクエストいただきました。そして武器もですね、スプラローラーというリクエストいただいたんで、これで戦っていこうと思います。ただローラーってあんま使ったことないんでね、どうなるか不安なところは結構あるんですが、まあ頑張っていきましょうか。よいしょ。はい、というわけでまず最初は天美術大学やっていきましょう。まあなんていうんですかね、ローラーはなんか僕割と塗り武器だって思ってたんですけど、結構キル中心の武器らしいですね。どうやって戦っていけばいいのか分かんないんですけど、正直ちょっと。よいしょ。なんかこういうところをね、ガーッと綺麗にっていうか濡れるっていうところがローラーの利点だと思ってるんですけど、どうなんでしょうか。はい、ぬるぬる塗り返す塗り返す。そういうやつだ、そういうやつ。あ、切れた。そういうやつだ、そういうやつだ。いやー、わかんねえろうな。うわー、この人は装備ギアパワーガチで、ちょっとマジでローラーわかんねえな。そう、僕にねリクエストしてもいいんですけど、うまく戦える自信がないんで、ね、あんまりリクエスト受け付けてこなかったんですよね。とりあえずぬ、うわやばい、ちょっと待って。返しておきますか。よいしょ。うん、くれ。うっそん。当たんないそれ。まあでも勝ってはいます。キル武器なんだけどキルできないんだけど、これ分かんない、使い勝手が全然使ったことないんで、本当にローラーはマジで。あ、倒した、ナイス。いや、ちょっと待って、やばいよ。いや、味方が倒してくれた。やばい、溜まってない。よし、危ねあ、ちょっと待って、今の逃げれたはずなんだけど、やばい。ローラージャイロでやると酔うんだけど、マジで。きつい。僕が酔いそうになる。くらっ、よし、倒した。うわ、びっくりした、気づかなかった今。だからね、まあキル的にはいけましたし、いけてはないけど、塗りはまあいけたんでいいでしょう。 OK、 勝ちました。おい、いいっすね、この構えかっこいいっすね、ローラーの。いいねローラー、いいね。カモメッシュいいっすね。じゃあ2戦目いきます。はい、2戦目は富士坪スポーツクラブ。よっけー。2つステージいきましたね。よーし。うわー、シューターばっかじゃねえか、これきついな。ナイス、飛ばして、無視。カモンじゃねえ、ナイス、送ってくれ。カモンじゃねえ、あ、ありがとう、ナイス。
どうなんすかね、これ縦塗りの方がいいんすかね。いやー、プライムは射程長いからね。うわー、そうだよね。ジェットスイーパーか、プライムじゃねえよ。いやー、めんどくせえな。なんかローラーってずーっとこうやって走り続けてると速度が上がるっていう話を聞いたんですけど、同じとこに隠れてやがるのか。すっごいなー、そういうの。よくないよ。隠れてないやないかい。待って、すぎるいるいる。うわー、うそ、マジで。ナイス。さっきの人ではないかな。あ、違う、そっか、さっきの人ジェットスイーパーだね。違うか。長射程シューターが多いっすね。なんかわかんないけど倒した。あれかな。くれ。ローラーはちょっと縦振りうまく使っていきたいですね。いやー怖えな。怖いけどちょっとこうやって塗っていこう。やばい、いるいるいる。やばい、あー、うわーマジか。え、上？あ、さっき投げた中盤か。うわー、なんかどうだろうな、これ勝ってんのか負けてんのかちょっといまいちわかんないですね。本当に僅差って感じだな。あ、でもピンチってなんか、おりゃー、わー、そうか、正面に塗られてる。やばい、うっそ、ちょっと待って、 まずい。ナイス、くらい、うっそ、マジで今の負ける、マジかよ。ちょっと待って、くらい、よいしょ。あー、微妙、負けたかな。負けましたね、多分今回は。負けたな。はい、というわけで、まあ、うん。周知押され気味でしたね、今回はちょっと。まあ、武器相性が悪いですからね、シューター4だもん、向こう。長射程シューターが2ですからね。まあ、3戦目いきましょうか。はい、ラストは富士坪スポーツクラブです。で、あの、そうそうそう、あの、危うく言わせるとこだったんですけど、てかさっきまで忘れてたんですけど、24日にアップデート、ちょっと投稿日わかんないですけど、24日アップデートが入るらしくて、なんかアップデートというか大型アップデートで合計ステージが4つ追加されて、ギアもかなり増えるということで、これはまたおしゃれな縄張りスプラトゥーンが、はい、あの、もっとね、活性化されるんじゃないでしょうかと、すごく期待を寄せております。なんかガチマッチに新ルールも追加されるらしいです。僕は、まあんまっていうかガチやったことないんであれですけど。わお、狙われてるよ。やばい、危ない、よいしょ。 OK。 いやー、ちょっと待って、インクが、なに、この人にやられすぎなんだよ。OK、ナイス。ちょっと若干煽られたっぽい動きしたんで、まあナイスを切ってきました。多分違うとは思うんですけどね、違うと思いたいんですけど、ね、ナイス。いやー、わかんねえな、攻め方が。とりあえず塗っていきましょうか。はい、さあ、うっそ、マジで、ナイス。
ありがとう、ナイス返してくれた。ネコリンさん、ありがとう。助かった、君のおかげで。いやー、ほんとアップデートでね、こうステージ4つ、ギアが5、なんか前作で出てて、あ、間違えた。今作出てないのを含めて140種類ぐらい増えるっていう話を聞いたんでね。いやー、ほんとなんかね、どんだけ増えるのかっていうのが、どんだけっていうか、どんなのが増えるのかっていうのがすごい楽しみなんですよね。いやー、もうインク残量が、インクすぐ減るな。マジで、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、2キルナイス、オッケー、いいよ。ほいっ、こうやってかけて、ちょっと待って、ほいっ、そいやー、オッケー、今のは避けれんだろう、今のは無理だろう、もっとこれに早く気づけばいい。ステルスがついてるんで、イカで潜伏してる時ってあんま見えない感じになってるんですよね、多分。なんで、それで急に相手の懐に接近して、さっきみたいに着地っていうのを決めれたら、いわゆるイケチャができるんじゃないでしょうか。というわけで、今回も勝ちました。オッケー。まあ、こんな感じでね、こんな雑魚でもよければ、武器もリクエストを受けたまわってるんで、お願いしますといった感じで、今回はここまでにしたいと思います。以上、ミツキキックパスターでした。面白ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。